令和2年11月15日神戸王子スタジアムにて 2020X リーグディビジョン3ウエスト昭栄ブレイザーズ対三重ファイヤーバードの一戦が行います。試合開始11時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側ホームスタンド側カラーのユニフォームブルーのユニフォームが昭栄ブレイザーズ、奥がバックスタンド側になりますホワイトのユニフォームが三重ファイヤーバードです。今シーズンの X2、X3 は昇降格のないシーズンとなりました。したがってこの秋のシーズンはすべて交流戦として取り扱われております。またこの試合は両チームにとって今季最後の試合となります。またこのビデオの撮影は両チームの要請によりまして協会の許可を得たスカウティングビデオとなります。三重キックオフ、昭栄リターンで試合が始まります。プレーナンバー1-1、三重キックオフ。キッカー25番。昭栄リターン。ナイスリターン。リターナー45番、相手タックルかいくぐり自陣45ヤードまで進みました。しかしここでイエローフラグ、反則が発生しております。フィールド上に黄色いマーカーが落ちますと反則が発生したことを意味します。このフラグは無効です。反則はありませんでした。したがって昭栄自陣46ヤードからの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃は1回をダウンと称し、回数に応じてファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと称します。4回の攻撃圏のうちに10ヤードを進むか、相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。プレーナンバー1-2、昭栄ファーストダウン10、ボールオン自陣46ヤード。中央へのランプレー、しかしこれは三重のディフェンスアジャスト、よくノーゲイン。キャリア45番、セカンドダウンに変わります。ランプレーですと、ランプレーで中に倒れた場合には、時計は回り続けます。プレーナンバー1-3、昭栄自陣46ヤードからセカンドダウン10。
再び中央へのランプレー、キャリア45番、セカンドエフォートで約4ヤードのゲイン。ゲインを前進、ロスを後退と称します。プレーナンバー1-4、翔英、サーダウン6、3回目の攻撃、残り獲得距離6ヤード、ボールオンハーフへ。クォーターバック10番、パスを投じようとしましたがプレッシャーから右に流れつつ、しかしターゲット見つけられず倒されました。1ヤードロス。4回目の攻撃、フォースダウンに変わります。プレーナンバー1-5、翔英、フォースダウン7、ボールオンは自陣49ヤード。パントフォーメーション、パントを選択します。パントはキックによる攻撃放棄、陣地挽回です。パンター16番、このパントコントロールよく、三重陣5ヤード付近でボールデッド。ここで攻守交代となります。プレーナンバー1-6、三重自陣5ヤードからファーストダウン点。1回目の攻撃、残り獲得距離10ヤード。中央へのランプレー。しかしこれは翔英77番のアジャストよく、ノーゲイン。プレーナンバー1-7、三重自陣4ヤードからセカンドダウン11。2回目の攻撃、攻撃権更新、残り距離11ヤード。パス成功。クォーターバック9番、ワイドレシーバー12番にパスを通し、約9ヤードのゲイン。プレーナンバー1-8、三重サーダウン2、ボールオン自陣13ヤード。ここでホイッスル。三重前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。
三重前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー1-8、三重自陣13ヤードからサーダウン2。3回目の攻撃権更新まで残り距離2ヤード。中央へのランプレー、ゲインはしております。ファーストダウン獲得となったかどうか確認をします。わずかに届いておりません。フォースダウンとなります。プレーナンバー1-9、三重自陣14ヤードからフォースダウンインチ。プレーを選択します。ギャンブル。前進できないと攻守交代です。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック9番、ワイドレシーバー28番のヒッチパス。28番ヒッチパスをキャッチアンドランし、ゲインしてファーストダウン。攻撃権更新です。ここでホイッスル。タイムアウト。ウォータータイムアウトになります。ここでウォーターブレイクです。アメリカンフットボールは暑さ対策として審判の判断によりクォーターの途中でタイムアウトを取ることがあります。今季は飛沫対策としてフェイスシールドをつけておりますので、そのためによる暑さ対策のため、ウォーターブレイクを取っております。プレーナンバー1-10、三重自陣21ヤードからファーストダウン点。クォーターバック9番、ワイドレシーバー11番のヒッチパス。しかしこれはアジャストされ約4ヤードロス。プレーナンバー1-11、三重自陣16ヤードからセカンドダウン15。フルバックのダイブプレー、キャリア11番。しかしこれはアジャストされノーゲイン。サーダウンに変わります。プレーナンバー1-12、三重自陣16ヤードからサーダウン15。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー、キャリア25番。ゲインはしておりますがフォースダウンに変わります。
プレーナンバー1-13、三重自陣20ヤードからフォースダウン11。パントフォーメーションを選択します。パンター12番、パントにより陣地挽回を図ります。このパントシャンク、自陣を脱することできず、ショーへ相手陣40ヤード付近からの攻撃と変わります。プレーナンバー1-14、ショーへ相手陣42ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック10番、ワイドレシーバー85番へパスを通し、約7ヤードのゲイン。プレーナンバー1-15、ショーへ相手陣36ヤードからセカンドダウン4。タッチャー、何枠45番ハンドオフカッチを突破、そこから右にカットバックを切り右オープン独走、相手タックル縫うようにかわし、そのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン。ショーへ6点獲得。プレーナンバー1-16、ショーへトライ4ポイント。タッチダウンの後のワンプレーです。キックですと1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点加点できます。キッカー16番、これをキックで決め1点追加。ショーへブレイザーズ7点、三重ファイアバード0点。プレーナンバー1-17、ショーへキックオフ。先ほど得点を挙げたショーへブレイザーズのキックオフで試合は再開します。キッカー16番、三重リターン、リターナー81番。三重陣30ヤードを超えたところでアウトバーンズ。ここから三重の攻撃と変わります。プレーナンバー1-18、三重自陣32ヤードからファーストダウン10。インターセプト。タッチャー。クォーターバック9番、パスを投じましたが、このパスを取ったのはショーへ43番。43番そのまま右オープン独走、エンドゾーンにまで駆け込みタッチダウン。
翔英6点獲得。プレーナンバー1-19、翔英トライフォーポイント、キッカー16番。キック成功、1点追加。翔英ブレザーズ14点、三重ファイヤーバード0点。プレーナンバー1-20、翔英キックオフ。先ほど得点を挙げた翔英のキックオフで試合再開です。キッカー16番。そのキックはエンドゾーンまで入り、タッチバック。タッチバックとなった場合、相手陣三重が自陣25ヤードからの攻撃と変わります。プレーナンバー1-21、三重自陣25ヤードからファーストダウン10。クォーターバック9番ヒッチパス、ターゲット19番、キャッチアンドランで約2ヤードゲイン。プレーナンバー1-22、三重自陣27ヤードからセカンドダウン8。ランニングバック25番、トスを受け右オープンへのスイーププレー、しかし外に押し出され約3ヤードロス。プレーナンバー1-25、三重自陣24ヤードからサードダウン11。クォーターバック9番、ドロップバックから QB ドロー、中央突破で前進しましたがフォースダウンに変わります。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、翔英ブレザーズ14点、三重ファイヤーバード0点。